北海道大学アイヌの骨道、北大人骨事件とは、1995年7月26日に、北海道大学校内の古川、記念行動休標本庫において、段ボール箱に収められた6つの頭骨が発見された事件である。6体の人骨の内訳は、韓国刀学刀と、墨書きされたものが一体、オタスの森、風葬。 オロッコと書かれた張り紙がされていたものが3体、日本男子20歳と書かれた張り紙がされていたものが1体、寄贈と骨質土地不明と書かれた張り紙がされていたものが1体であった。オッタスの森とは太平洋戦争前にカラフトのシスカ町郊外にあったウィルタやニブフなど先住民の指定収集中地である。かつてアイヌボの洞窟が社会問題となったこともあり、 持ち出されたという事実が知られていなかったことから、これらの人骨は無断で持ち出された疑いがある。人骨は、アイヌ式の供養がなされた。1939年から1956年に、かけ、北海道大学は、北海道、千島、カラフトの各地より研究の名目で1004体のアイヌの遺骨を収集し、時には遺族に無断で、 アイヌ民衆を警察により排除しての発掘が行われていたこともあった。盗掘された骨には、イザベラ・ワードや、ジョン・バチェラーに、アイヌ文化を伝授した、タイラム・ラペン・リュークや、ポーランド出身の学者、ブローニスワフ・ピュス付きの妻である、カラフト・アイヌ女性、チュフ・サンマのおじ、バフンケなど、地元の名手として尊崇されていた、アイヌのものも含まれる。 カラフト東海岸の愛集落の町、バフン家。彼の遺骨は1936年に盗掘され、北海道帝国大学に保管されていたが、2018年7月に子孫に返還された絶滅した動物と同列に並べられると、非人道的であると非難が集まる中、1980年代にアイヌ人骨が発見され、うたり協会は人骨の返還、供養を求めた。 1984年に作られた納骨堂には969体が収められている。遺骨へは毎年、イチャルパと呼ばれる、供養会が行われている。北海道大学文学部元教授の吉崎翔一が1995年3月に退館した後、部屋のスペースを確保するために、 吉崎が標本庫として使用していた小学校道8番室を足立明助教授や井上明宏助手、大学院学生、学部学生、研究生、吉崎の研究室に出入りしていたアイヌ民族の男性が掃除していたところ、棚の中に人骨と記入されている段ボールがあることに気づいた。中を改めて見ると、頭骨が6体、新聞紙にくるまれて収められていた。 あだが考古学の林検索教授に連絡を取り、観察を行ってもらったところ、いずれも個人骨ではないことが確認された。そこで、あだは頭骨を段ボール箱に入れたままにし、翌日改めてその由来を検討することに決めた。しかしその翌日の朝、作業に参加していた、アイヌ民族の男性が頭骨を供養するために、段ボール箱を持ち出すということが起こった。頭骨の発見が、 今西淳吉文学部長に報告され、あだちら関係者から事情を聴取した後、古川行動、旧標本校人骨問題調査委員会を設置し、問題の究明にあたることとなった。その後、アイヌモシリの自治区を取り戻す会の代表である、山本和明ほか数名が、この北海道大学大学院文学研究科、文学部古河講動、旧標本校人骨問題に対して、 講義をしに文学部を訪れた際に、アイヌ民族の男性によって持ち出された頭骨が山本の元にあることが判明する。山本がラジオ番組で語ったところによれば、頭骨を持ち出したアイヌ民族の男性から話を聞いた山本が、自身の元に頭骨を持ってくるよう要請し、それらが本物であると思われたため、アイヌ民族方式のカムイのみを行ったのだという。話し合いの末、 山本から文学部に頭骨は一旦返却されることとなった。吉崎は調査委員会が行った事情聴取で当初は前任者である名取竹光助教授から引き継いだものである可能性が高い自身も引き継いだものをすべてチェックできておらず頭骨の存在については知らなかったと述べていた。しかしそのご証言を変化させ1969年に 大学封鎖のバリケードが解除された後、箱を開けて、その中に複数の頭骨があることを確認したが、研究対象としては関心がない新しい頭骨であったため、そのままにしておいたと証言している。北海道大学文学部古賀行動、旧標本校人骨問題調査委員会は、当初から調査によって頭骨の関係者が判明すれば、 その関係者に変換することを基本方針としていた。韓国東学党と墨書きされた頭骨は、東学農民革命軍指導者以外、法官委員会に、オタスの森、風草、おろっこと、張り紙がされた頭骨は一時的に、北海道大学で保管された後、田中亮の尽力によって、サハリンに変換された。一方、日本男子20歳と書かれた張り紙がされていた。 頭骨と、寄贈頭骨湿土地不明と書かれた張り紙がされていた。頭骨は、変換先が見つからず、2006年に、札幌市の浄土新州本願派大乗寺に、小骨を行わずに納骨するという形で、仮安置された。ありがとうございます。